ザ・ハーベスト始まります。よろしくお願いします。しているのダンボーイ、
だけでも大変ね。星を撮るたび今日の空みたい、湿っぽくなるからやだね。あの頃はよかったなんて言ってたら、今日は私の終わりで、ああ憧れを返して雨の日は、あったとはそう信じない、お金の力も信じない、あの涙は信じちゃう。今日の ザ・ハーベストです。よろしくお願いします。今日ナインティーストに出るのも久しぶりなんですけど、小島さんに呼ばれてリハ見せて、まあ、俺らだけ毛色が違うと思いながら、リハをずっと。なるほどね。なるほどね。唯一言ったら、あれですね、ダーティーの人と僕の髪型がちょっとかぶってるぐらい。な、小島さんとはもうなんだかんだ言って10年以上の付き合いになります。初めて呼んでもらいました。
俺一回バンドやめてくからいろいろ、うよ曲折ですか。僕あんま日本語が得意じゃないんであれですけど、やっとこういう形で皆さんとお会いすることができました。今日は一日よろしくお願いします。小島さんと出会った時は、小島さんがハザンっていうバンドのベースで、いつもハザンが僕の働いてたつくばパークダイナーというライブハウスで企画をやってくれて、で、あの出演者もそうなんですけど、お客さんも酒癖が悪い人たちがすごくたくさんいて、その酒癖の悪い人をあしらうのが得意だった僕がいつもドリンクカウンターにいたんですね。あの酒癖悪かった人たちもだいぶ大人になったからもう大丈夫だと思うんで、お酒が飲んでも飲まれるな。ただ僕も小島さんもあれから10年ずっとずっと形は違えど音楽ってものを続けてきて、今日一回離れてきたものがまたこうやってクロスすることができました。これはそれがとてもとても嬉しいです。最初に出たバンドの時にやってた曲を1曲歌いたいと思います。死んじゃった親友に向けて作った曲です。レインボー。バカが咲いた5月のノスタルジー、ボロボロの歴史の穴に青空青空
皆さんに
物販買って帰ってね。ミュー